こんにちはアマゾンサポー,ターホヒデオです今日は儲かる商品が見つからない場合のチェックポイントまあこれについてです探すべき商品は以下の2つの条件をクリアした商品仕入れの3倍で売れるこれオーストラリアの部下日本の3倍なんでね、まあ、つまり大抵の商品は3倍で売れますだそんな難しいことじゃないっていうか普通にある、ねまあ、日本 物価非常に安いんでね、あの物価高の抑え3倍で売れる商品になって、本、ま、当、あ、ゴロゴロあります。そして、あまあ、3倍で売れるってもう気づいてるライバルがすでにいてね、FBA ライバルが2名以下、あのもう FBA ライバルが、えー、3名以上いる場合は、後から新規で入った場合、カード取れない可能性が高いんでね、まあ、これは、えー、ちょっと見送ると。まあ、ただ、商品、サポートを使えば必ず見つかります。 で商品が見つからない原因、まあ、これは仕入れの3倍で売れる商品なんてないと、ね、思って探している。探してるってうか、探してることにならないですよね。ないと思っても、その商品が目に入るわけがないと。まあ、つまり探してないのと一緒なんですけど、あるいは探してない。もう全く探してないわけじゃないですけどね。まあ、ちょろちょろっと何軒か店行って、自己流で調べてみて、自己流って言ってもやったことないことだからうまくいかないのは当たり前で見つからないと。 まあ、それでも諦めちゃうと。で、諦めずに、まあ逆に何やったらいいかわかんないとか、どこどこ行ってね、何商品見たけど一個も見つからなかったとか、いうのを報告してもらえば、まあ、それについて、こうしましょうとか、ああしましょうとか、こう言ってくださいとか、こういうのを見てくださいというアドバイスをして、まあ、きちんと見つけられるようになっていると。まあ、つまりサポートを使ってもらえば見つかる。サポート何も使わず何の報告もせずね、えー ただ自己流でちょろちょろってやって見つかんないって言われてもまあ言われてもってか言ってくれりゃいいんですけど何も言わないでねずっとえ潜水艦のように沈んでられてもどうしようもないんでね何らかの報告とかをもらわないともうこれはアドバイスサポートのしようがないですサポート使えば必ず見つかりますで実際まあオーストラリアアマゾンまあ普通にサポートを使ってえ打っていただいてる方ね普通に売上伸びてます まあ個別サポート。基本的にね、個別の商品の、えー、一個一個の、まあ、ここ探しましょうとかあ、あそこ探しましょうとかね、これいくらで出しましょうとか、まあ、これ使用き仕入れ見送りましょうと。それは個別サポートの内容なんですけど、まあ、逆に一般的な、えーね、ことで NG 商品だけは NG 商品ですと教えてるチャットワークのサポートの会員さんであっても、まあ、普通に、えー、月間157個売れてると、ねで。しかもこの会員さん、 6月25日に43個で828ドルだったのが、7月19日、つまり3週間後に157個で売り上げ3187ドルまで増えてる。ね、販売個数3倍、売り上げ4倍に3週間で増えてると。まあ一回だから商品見つかり出したまあ普通にやってる限りはボコボコ売り上げは増えます。また個別サポートの会員さんでね、どこ探しましょう、あれ探しましょう、これどうですかと。ね、いろいろ相談してやっていただいて、 まあ6月25日に51個販売だった会員さんが2か月後の報告だと106個販売、2283ドル、2か月で販売個数2倍、売上二2倍になっているとで。これから、ね、12月の26日、ボクシングデーというのが、ね、控えてますので、まあ、今から3か月と3週間、ね、約3か月3週間後ですけど、まあ、その時期が来ると、 まあ商品がね、ちょっとでも見つかっていればどんどん売り上げが増えます。これはアメリカのアマゾンのね、ブラックフライデーの時の様子ですけど、もうこの時なんかはね、3週間で1日の売り上げが6倍に増えてると。1日の売り上げが145ドルから878ドルに増えてると。まあ、これぐらいアマゾンの場合は商品さえ見つけておけばガーンと売り上げ増えます。でね、アメリカアマゾン3万4000ドルとか、 2万2000ドル、1万539ドル、ね、それぞれこう売り上げ上がってるわけなんですけど、こ,の、まあ、これは、ね、去年の年末の数字なんですけど、この人たちがアマゾン始めたときは、えー、アメリカアマゾンを始めたときはアマゾン、アメリカアマゾンでも、えー、商品も見つかりやすか,かったし、参入しやすかった、でそのときに参入しとけば、ね、今もこういうふうに、えー、売り上げ上がって設けられてると。 でこの時期とこれから数ヶ月のオーストラリア,アマゾン商品の見つけやすさとかね売り上げの伸びっぷりとか利益上がりっぷりを比べると、まあ、はっきり言ってオーストラリアの方が期待はできますですからね、まあ、今商品探しで、えー、つまずいてる場合ではないというか、まあ、自己流でやって見つかんないのは当たり前なんでね初めてのことなんで、えー、せっかくサポートを受けていただいてるんで報告をすれば 必ず見つかるようにサポートしてます、ね、あの別に自力で単独で見つける必要はないです別にサポートを受けてる限りはね、えー、じゃあ今度はこういうのにしましょうとかいうサポートするわけですしで私ははっきり言って転売商品を探すのは得意です、まあ、だからサポートしてるんですけど ま正直ね、この日本で買ってオーストラリアに輸出して3倍で売れる商品を見つけるなんていうのは、全然あの何が難しいのか分かんないと、ね。まあ、何が難しいのか分かんないというか、初心者の方はこの辺でつまずくっていうのは分かってサポートしてるんですけど、私がもともとやってた転売っていうのはですね、2000万で買ってすぐに3000万円で売れるマンションを探すのが仕事ですと。まあ、普通に考えたら3000万で売れるマンション、2000万で。 売る人いないんですけど、えー、売る人を見つけてくる、あるいは売る人を知ってる営業を見つけて買うと。ね、でこれみんな仕事なんで真剣に一応やってるはずなんですけど、まあ、普通の営業の人は2ヶ月に1件、まあ、こういう物件を見つけてくるとで。私は1ヶ月に10件見つけてました。ね、だから普通の人の20倍ぐらいの、えー、ペースで見つけられると。 まあ、どうやってそれを見つけてんだと、ねで、私は見つけ方を、まあ、教えた部下は、えー、1ヶ月に5件見つけられるようになって、まあ、トップセールスになって、独立して社長になってます。まあ、この、ね、誰が考えても価値があるという不動産を買ってすぐ転売して儲けてる、えー、仕事をずっとやってきた、えー、私からすると、まあ、正直、ね、輸出してオーストラリアで3倍で売れる商品を見つけるなんて簡単と。 私もそれやってるんでね、あなたには教えられませんということじゃなくて、私は教えの専門でやってますんでね、まあ普通に相談してもらえばそれは見つかると。ね、見つけるように必ず指導してますし、何しろ、そんなすごいことやらなくてもね、行くべきとこ行って、えー、きちんと言ったことすれば簡単に見つかるんで、まあせっかくサポートを受けていただいてるんでね、サポートを有効に使って、オーストラリアで儲かる商品を見つけてください。 まあサポートを使わないとか、ないと思って探されたら、さすがにえ見つけるサポートはできませんけど、他の人も見つけてると、実際あるって言ってる。別にね、なんかすごい難易度の高いことじゃなくて、行ってくださいって言ったところに行って、その通りあって、それを報告して、見つかりました。あるいは見つかんないけど、どうしてでしょうねというねやり取りをすれば、1ヶ月やり取りしてね、見つかるようにならないってちょっと考えにくいんで、まあ普通に。 サポートを使って、ね、うまくいってもうまくいかなくても、ね、いけると思ってもいけると思わなくても、まあ、相談しながらやっていただければ、商品は見つかります。まあ、そんな形で、ね、商品見つかんないって言ってね、そんなあるわけないじゃないですかというようなね、えー、調子で、まあ、たまに泣き言というかね、クレームというかやってくる方いるんですけど。 いや別に普通にね、みんな見つけてるし、できないことをできるって言ってる、えー、わけじゃなくてね、現実問題、オーストラリアは、えー、物価3倍、日本の物価っていうのはすごい安いというのがね、事実としてあるんで、商品は必ず見つかります。サポートを有効に使って商品探しをしてください。以上、アマゾン支出パウォーター、堀秀夫でした。